你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello， 各位观众朋友，大家好，我大师。OK， 现在我们要继续玩阴阳师的游戏啊。过了好像两个礼拜，一个礼拜吧，很久没玩阴阳师了。那我们先看一下必要的东西。然后像我现在录制模式可能会有点累格，不过这样画质比较高一点啊，应该不会太累格啦。什么？来自，对，我很久没上了，真的有够久没上了，因为都在录摄影师和一罗，就没有特别录阴阳师。请荧幕继续材料，应该很多人都玩到很后面的啦。我现在是好多东西哦。使用勾玉兑换，我现在可以抽四神吗？好多哦，可以是全部一件，好了好了 ，OK， 这个。什么？召唤，我先召唤一下。五抽啊，一抽 SSR。我有勾玉吗？有，要抽吗？好抽。这什么？然后嘞，确定。好，等一下，语音召唤吗？想一下，好，我们语音召唤，长压，我要成为海贼王。烂死了！算了，不抽了。烂东西，为什么会有御魂啊？我现在都不知道我要干嘛。本周数量有新点，我没有朋友。我没有朋友。完成，完成，这是什么？购买角色或四神的外观哦，这是时装的意思吧？好友，还有一个，我的好友不理我，然后我们看一下旁边活动每日任务图鉴。应该召唤好友什么意思啊？功能还没开放，每日任务。所以你要它是什么？完成一次御魂强化，御魂强化去哪里？御魂强化，这个吗？好，我们来进主线剧情吧。因为刚才我按太快了，所以大家没有看到前面剧情是什么，那我们就不管了。この先にあるのが九段の老婦人の屋敷です。うひゃー、琥珀でもビリビリと感じますよ。すごい陽気です。でもなんだか切ない気配。なんだろう、怒りや悲しみがごちゃ混ぜになってる。確かに空気がよどんでるな。俺たちを歓迎しない奴もいるようだぜ。うん、犬神、我は生命殿の式神、その恩義を守るのが役目。生命殿に受けた恩、今こそ返しましょうぞ。
OK， 然后鬼使白好像是那个配索隆跟土方的配音员，应该是吧？我听起来是。有错要跟我讲啊！哎，我要打你，我应该没听错啦。顿顿顿，目覚め。時は来た。点选四神区域进行配置，我配置好了。五秒，撤退陣。ギアラス教室。好，我现在按自动。自动就好了。哦，蛮强的呢。好。OK， 轻轻松松。屋前调查。なんとかなりましたね。この辺りにはもういないみたいだけど。屋敷からはさらに強い妖気が放たれてる。ならばここから先は私と黒無常白無常の3人で行くとしよう。生命、お前たちをむやみに危険な目に遭わせるわけにはな。犬神、お前はここで神楽たちを守り、私たちの帰りを待ってはもらえないか。ふん、番犬ということか。うおー、主の命、この犬神喜んでお引き受けしよう。じゃあ早速屋敷に突入するか。生命殿、気を引き締めて参りましょう。お、なんだ、又檀木了。鬼一匹いないじゃないか。戦わないのであればそれに越したことはありませんよ。好恐怖啊！ここら一帯に来吃我鸡鸡。え、これは手足の感覚が力を奪う。啊，他们剑魂似的霸气！我爱巨乳。我要 SSR。唐木都来乱的啊，这些人。今、生命が扇を振るった途端、屋敷に浮かび上がったやつは。普段の老婦人のようでしたね。しかしあの力は一体、人のものともあやかしのものとも違う、混ざり合った半人半妖のようなものだった。ばあさんがいつまでも生きてる謎もそこに関係してそうだな。醜い体になってまでこの世にとどまり続ける哀れなる魂、それを救うのもまた私たちの役目でしょう。確か定員に来た時、整然と黒無常は言っていたな。お前たちはどうして鬼使いになったのだ。ああ、まあ俺たちの仕事は霊に寄り添い霊を助けてやるのが基本でな。時には復讐の念に取り憑かれた霊に俺たちの力を貸して仇を打たせてやることもあるのよ。だが仇を打った霊は罰を受ける。力を貸してくれた奴の代わりに鬼使いになるんだ。そして力を貸した鬼使いは己の役目から解放されてあの世に行くことができる。一人で永遠に冥界送りを続ける、孤独の呪縛から解き放たれるのですよ。だがお前たちは二人のようだな。はい、私は黒無常に引き継いで彼の記憶を消した上で生まれ変われる予定だったのです。だが俺が契約を破ってな、異例の二人の鬼使いとなったわけだ。だって悲しいじゃねえか、せっかく仇を討って死んじまった弟に再会できたのによ。私はあなたのことを覚えていないので、あなたが本当に兄なのか分かりませんけどね。好像不是重点啊。白無常のやつ慎重でよ、ぜひあんたを連れてきたいって言ったんだ。弟はお前を覚えていないようだが、悲しくはないのか。俺たちは生前両親にひどい目に遭わされてな、あいつは死んだ後親父に復讐を。
そして俺があいつの仇を討つように母親に復讐をした。そんな一蓮托生の俺たちだったから、あいつが殺された時の方がよっぽど悲しかったさ。ここどうして、ここどうして。おお、昼夫同子。讲话。なんだ、どこからか泣き声が。私たちの声に反応して助けを求めているのでしょうか。見えぬ相手であれば見えるようにすればいいだけのこと。林去。我看到。先ほどより明確に泣き声が聞こえるようになったようですが、生命殿。私の力を使って限界から機械へと世界を切り替えたのだ。鬼や邪悪なものが潜む世界の裏側か。なるほどね。正直最初は疑ってたんだが、実際すげえんだなあんた。泣き声を発しているものはどこでしょう。早く見つけて救ってあげなければ。お前は鬼使いとして真摯にことに当たっているようだな。私の職務は前後処置。この世をさまよう霊たちの後始末をきっちりすることです。助けを必要とする霊がいれば助けになりたい、そう思うものですよ。それは兄の方も同じ考えなのか。さあ、クロム城がどこまでこの仕事に本気なのか分かりかねるところはありますが、戦いでは生き生きとしています。あなたのお役にも立つことでしょう。哦，那这个这个人是谁？哦，这是一个 NPC 在走路，对不对？哦，这边。どうやら泣いてたのはこいつらみてえだな。索隆かな？索隆。商用のようですね。なぜこんな折に？わらべの妖怪に捕らえられたんだ。仲間が一匹一匹連れられていって。誰も帰ってこない。次は僕の番かもしれない。お前たち商用が捕らえられて帰ってこないとなると、老婦人がこの者たちを取り込み犯人犯用の体になったということですか。しかもそれにわらべの鬼が関係していると。なれば無害な鬼を生け捕りか。放ってはおけんな。俺が。これでお前たちは晴れて自由の身となった。仲間と嵐の妖怪については私たちに任せて今のうちに逃げるといい。嵐の妖怪は気になるが、まずはあの老婦人を何とかせねばな。生命の術が破られた。誰だ。ほう、私はこの家。笑笑，给人类带来好运的童子却受尽了不公的磨难，想要守护他的母亲却选择错误的方式。家に幸運を授ける。座敷お母さんは私が守っている。鬼使いが来る必要はない。今すぐ帰れ。可愛，好胖。さてはお前がさっきの奴らを捕らえた。3年以上最高死刑。あなたが商用を使って老婦人の寿命を伸ばしているのであれば放っておけません。鬼死白太漂亮了。私は守らなければならないんだ。何としてでもお母さんを。哇，好强。哦，打。力を行使せよ。力を行使せよ。同一よ。看一下这是什么。无常夺命。地狱换出鬼手。好，鬼手。结界。
去吧，玄女。等一下，哦，这个是什么？惩戒，巨大黑莲。是什么？好，再一次。嘿。旁边有一只鱼在飞来飞去的。胜利！どうやら妖化は解けたようですね。だが、俺たちを睨んでやがる。まだ戦う気なのか？当たり前だ。お前たちにお母さんは渡さない。お前たちに分かるものか。私が今までどれだけ救われたか。お母さんと出会う前、どれだけ人間からひどい扱いを受けてきたか。座敷わらし、先ほどお前は家に幸運を授けると言っていなかったか。ああ、そうだよ。利用されても追い払われても監禁されても、私は私がいる家に幸運をもたらす。それが私、座敷わらしという存在だ。だから人間は私を同じ生き物だと思ってはくれない。道具のように扱われると思ってた。幸福を求める人間たちにたらい回しにされて家々を転々としていた孤独な私。そんな私を救ってくれたのがお母さんだったんだ。お前が守っている老婦人が、あやかしであるお前を拾ったのか。お母さんの旦那さんはとてもひどい人で可愛くないからと、ある日子供を床に叩き落として殺してしまったんだ。私はその頃前の家から逃げて台湾ナンバーワン子供たちを見ていた。私は楽しそうなその輪に入りたかったのだけど、化け物だって逃げ泣かないで。うん、タモイシ怪怪な虫や。ここにいるよ。お母さんに連れられてこの屋敷に来て、お母さんは私を自分の子供に重ねてる、身代わりにしてると少しずつ分かっていった。そうでもしなければ失った子供の悲しみに心が耐えられなかったのだろうな。そう、それも理解した。だから最初はうざったく思ってたんだけど、私が旦那さんに蹴られそうになっても身を挺して私を守ってくれた。おやつをあげる、そばにいるよって、本当の子供のように可愛がってくれて。しかしながら、あやかしと人間では同じように年を取ることができない。お母さんの寿命が来てしまったのですね。幸運を授ける存在なのに誰からも感謝されたことなんてなかった。初めてだったんだ。たとえ身代わりとはいえ、あんなにも私を愛してくれた人は。悲しかったんだ。幸運を授ける存在なのにお母さん一人の命も救えない自分の無力さが。それで商用を集めてその命を婆さんに使ってたってことか。ですが話を聞くに老婦人に構わずこの者が独断でやったようにも思えます。だがその結果はお前も知っているはずだ。人とあやかしの力が混じり合い化け物となっている。ボーイ、いや
私のかわいい、かわいい、お。哇，变态变那么吵！お母さん、なんで私に向かって？ち、もう座敷わらしのこともわからなくなってるのか？あの者が危険です。助けましょう、生命殿。好，打。目覚めよ。時は来た。OK。Go。眼中腰に。ギアラズ教師。应该打得赢吧？雷暴，进！一击。可以打脸打脸。行くぞ。赢了赢了。轻轻松松。我是拿一个稀有怪啊，我应该把它装上去才对，忘记让它上场了。好，没关系，我们先把这些伤解决。まさか、お母さんが私に悪気を放つなんて。命をつなぐために取り込んだ商用は一体や二体じゃねえだろ。もはやあの体はいろんな命が勝手に暴れて自制が効かないものになっているのでしょうね。お母さんに何を。もういい、もういいんだよ、私の可愛い坊や。この声は。私の力を使って半分抜け出ていたご婦人の霊と会話できるようにしました。お前が私を延命させようとしてくれたことも、お前が本当の子供でないことも知ってるよ。よく長いこと私のそばにいてくれたね。ありがとう、坊や。お母さん、私、私、ごめんね。ずっとそばにいるって約束守ってあげられなくて。いいの。私はそれよりお母さんが。私は子供とは別人の私を本物の子供みたいに扱ってくれたのが嬉しくて。お前は確かに私とは血がつながってないけれど、私の子供には違いないよ。坊やと出会ってからはずっと幸せだった。お母さん。よかったじゃねえか。おふくろさん、お前のことちゃんと見てくれてて。そして、ご婦人は、もういいと言いました。あのような体で、この世にとどまり続けるのも苦しいのでしょう。座敷わらし、お前もまたお母さんと同じく彼女を愛しているというのなら、この二人がお母さんを冥界に連れて行くのを見届けてやってはどうだ。座敷わらし、いい加減お前のお母さんを化け物の苦しみから解放してやれ。孤独は辛いですが、今のあなたの心にはご婦人との思い出がある。大丈夫なはずです。それでも寂しいというのであれば、私の家に来るといい。琥珀に神楽、犬神、どの者もお前をひどく扱ったりはしないだろう。お前の母親代わりにはなれないだろう。お前の良き友にはなってくれるはずだ。どうだ、座敷わらし。私、間違ってたんだね。
自分勝手に、お母さんの体も考えず、お母さんを延命させて。最後に、別れる前に、お母さんと言ってやれ。お母さん。では、生命殿。私たちはこれより、ご婦人の魂を冥界に。世話になったな。また会う機会があったら話そうぜ、座敷わらし。私と？俺たちも孤独がどれだけ寂しいもんか、痛いほど分かってるからな。あなたが悲しんでいるところなど、私は想像もつきませんが、まあ、確かに私もある意味、孤独から救われた者の一人なのかもしれませんね。あ？どういうことだよ。あなたといると、退屈しない。簡単に言うと、そういうことです。あまり長居しても申し訳ありません。それでは。はあ、どうなるかと思いましたが、今回もこれにて一件落着ですね。今日から共に過ごすことになるのだな。握手をしよう、座敷わらし。これからよろしく。どうした？まだお母さんのことが辛いか？それはもちろん忘れることなんてできないけど、こんなに暖かく私を受け入れてくれる場所が他にもあるなんて知らなかったなって。世界はお前が思っているほど狭くもなく、ひどく濁り切ったものでもない。今からは与える側ではなく、自分から幸せを得ていけ、座敷わらし。生命さん、あの、お願いがあります。私に少しだけ一人になる時間をいただけますか？え？琥珀たちと過ごすの嫌になったんですか？うん、そうじゃない。泣きそうなほど嬉しいんだけど。生命さんの言うように、世界は狭くもひどく濁りすぎてもいないのかもしれん。私自身の幸せについても一度一人になってじっくり考えてみたい。だから辛くなったらいつでもここを訪れるがいい。はい、ありがとうございます。お母さん、私もう寂しくないよ。ここからは一人で歩み出していけそうな気がしてる。私、頑張るから。空の上から見守っていてね、お母さん。点击进行上任务，可以查看详细资料。OK， 好，那我们哎，再跟他讲个话。へえ、強い陰の木ですか？ええ、都の東南の鳳凰林と呼ばれる場所ですね。そこにしばらく前から異変が起こっているそうです。もしかして生命が気にするかと思ってな。一応知らせに来たわけだ。またなんかあやかしの仕業かもしれないからな。なるほど、確かに気にはなるな。それに民草の噂では、鳳凰林には何でもすごい力を持った占い師が住み着いているらしい。占い師？そんな占い師がいるなんて、琥珀は疑わしいと思いますけど。まあ当たってみるとしよう。強い陰の木というのも気になるからな。わかった、生命がそういうのなら手伝う。役に立ったならよかったぜ。生命には以前の借りがあるからな。では私たちはこれで。あまり油を売っていると冥界のエンマ様にどやされますから。宮遣いは辛いですね。生命様くらい偉くなれば別ですけど。ではでは生命様、張り切って鳳凰林へ参りましょう。
好，我们这集先到这边啦。那喜欢我频道，欢迎到我频道订阅、欢迎到粉丝按赞，也就是最下心。那谢谢大家会喜欢《阴阳师》这款游戏喽。OK， 谢谢大家收看，谢谢，拜拜。